さあ今回も B キャッスルドを進めていきましょう。さあ今回はね、よく戦ってる方面での戦いなので、あと1分30秒しかないんですが、用意しますか。思ってる時間がないですね。まあ、シュミロクの騎士を真ん中に置きながら槍とかを置いて、弓ね、これの配置が重要です。まず左から揃えていきますか。階段ないけど大丈夫ですかね。まあ、兵器はもう置いてあるんで、ある程度大丈夫かなと。まあ、これ以上置く場がないですからね。もう少し置いてね、こう右の方に置きます。残った意味ね、それ前も問題と化してましたね。置く場がねえと。どうしようか。真ん中に打ちさせようかな、じゃあね、いっそのこと。まあ、守りますから。ここがまあ、調理めっちゃ座ってるな。大詰まりしますね。ね、右寄りに展開しようかな。パイクがいて、上陸阻止。こいつはまあこの塔を守るようにね、展開すると。あとこの弓はここの塔を攻撃する敵を撃つみたいな、ちょっとリスキーですけど、後ろから支援もありますからね。まあ、前がかり的に行ってもいいんじゃないかなと。1分半は少なすぎたか。ちょっとまた大変そうです。まあまあすぐ来ないからね。大丈夫、なんとかなるよ。さあ買い物しましょ。おお、そっちの兵器か。なるほど。さあ敵が登ってくる可能性はないので、いや引きますかね。おお、いい、オッケーオッケー。次ので破壊されるね。はい、残念。はい、バリサー、ここ余裕なのよ、形として。さあヒア、ここからも撃っていきます。もう少し前でもいいかもね。となると左右の守備がより重要になるか。近づけられないようにね、もう寄ります。さあこの塔を守るようにね、うまく配置していきまして、バンバン攻撃していって敵部隊を減らすことで兵器がね、狙いやすくしていくと。あー、まあ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 、いいね、いいね。これ案外形といいかもね。形としてこちらからね、バンバン打っていくと。もう今打ってないかな。まあ、射程自体はもうこう一番にいるやつが長いんで、まあ、そんなにね、圧倒的に強いかというとそうではありませんが、割と安全な場所にいますからね、自由に攻撃いいかもしれないね。あ、いいね、いいね。いいぞいいぞ。敵もタジタジ、もうここで直さずにいけましたからね。あ、いいね、理想的な形だね。近接も13人死んでるんですか。あんまり理想的じゃないかな。じゃあ結構被害出てますね。前回ゼロだったんで、それで比べれば。あー、騎士だいぶられたな。なるほどね。合流しようか。じゃあいいよ。ああ、そういうのが痛いか。ああ、なるほどね。ああやって兵器をね、ここの塔じゃなくてこいつらで狙うわけだ。兵器でカタパルトで人間ではどういう神経ですかね、本当にね。恐ろしいです、本当に。見習いたくないですね、そんなんね。目まだ来るか。上陸系1個もなかったね。上陸させてみたいなちょっと思うんですけど、ただちょっとあえて上陸させる場所作りますか。じゃあ遊びとしてね、まあここまで来ればもう遊びますからね、遊びみたいなもんでしょう。
ね、最近で追いかけするようなもんですから彼らも脅威じゃありません。遊びの対象ですからね。舞台乗せて、この近接舞台乗せてるとこに上陸させるっていう、その程度あえてで再度バリスタとかでやって、もう乗ったやつをね、撃ち滅ぼすみたいな、それで作るか。はい、ナイス。とりあえず次どこ、反対側かな。反対側っぽいですね。おー出た、ここね。あーなるほど、やりづらいかな。さあ激重の時間きますよ。さあもう大丈夫かな。フレームレート安定しましたね。うん、一応安定してますね。さあ、あえて上陸させる場所をまず作りますかね。こちらとかどうですか、これ。他に展開もできないんで。ここを埋めるか。で、弓を置かないという手。あ、でもここって、あー、なるほど。まあまあ、こんかな。まあ弓いますから、別に撃てますからね。だからこことの接触を切りましょう、じゃあね。で、ああ、そっち結構幅広く展開する感じだ。じゃあ、なるほど。ここはバリスタの方が面白そうですけど。バリスタにするか。まあ、右側近づいてくると思うんで、単純にやられそうな気がしますね。とはいえ。この辺にバリスタあるけど、これはいらんでしょう。不要物は撤去です。あ、ここ2連いけるね連続攻撃いきますね。あんまりかな。弓部隊で守りましょうか。来た来た来た、遅いぞ。どこそこ、そんなとこにしたっけ。誰を乗せるかですね、ここね。あえて乗せさせる。パイクとか槍道を槍。ここに槍いたらうざくない？これは消します、先に。あ、回転そうなるんだ。まあ、そうじゃないけど。あー、なるほど。上消せないのか。なるほどね。まあ、いいか、別に。いい、普通にやりましょうじゃん。あの、まあ、いりますからね。乗られたとしても、壊滅さえしなければ全然もうね、抵抗できますから。一旦弓だけ来てもらって。さあ、騎士たちは、まあ、ここ守らないんで、まあ、中央ですよね。騎士剣士を右寄り、中央寄りにして。で、OK。あ、これ、ま、一応置いとこうかな。破壊されますけどね。あえてです。さあ6本ありますね。遅いね。一人も行ってないんじゃないか。一人も行ってないし、全員いないし。あ、一人行ってるわ。一人だけ行ってるね。いや別にそっからさ、そう、階段あるんだから。でも入れない、その入り口よりいいでしょ、全然ね。なぜ戻る？なぜ戻るのか。騎士行ってないし。あ、でもこれ、まあ、左から来た場合だから、右めちゃくちゃ前に出しますか、じゃあ。騎士たち。さあ、登れましたかね。この辺にいないといいですけど、ちょっと後で選択してみてね、確認しましょう。35人多いな。28人右。右の、上を中心とした場所で、33人を中央、上を中心とした場所。あとどうしよう思ったり余ったね。あんま左行かなくていいんですよね。
右は絶対いらないんで、まあこいつら支援するように置くか。じゃあ結構スカスカだね。まあ別にいいか、規律はねある程度あれば。ここの扉行かせちゃダメなのよ、わかる君たち。そう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 、降りてもいけいけ。そしたらそう、右に行きたい人は先に右に行く。一人なんか一回外出たね。ああ、そう、あ、外から入っていくと賢いね。あんま変わらん、変わらんし、上行ったし。狭いのかそれ。30人スカスカ30人だね。弓との比較がすごいぞそれ。あー、でも一応そこに入ったんならいいか。さあ完成ですかね。家も完成です。人口がもうね274人までいけると。もう少し増えると思いますが、まあ、300人いっちゃいますかね。こうなったらね、300人いけないことがもうね罪ですから。これ人増やし続けても多分300人いけそうかな。家だと多分4軒くらいですかね。5軒くらいか。この拠点の移動がどんどん悪くなっていくけどね、家によって。気にしてられないかなと。さあね、仕事がない若者たちがどんどん増えていきます。どん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 増えていきますね。とどまることを知れませんからね。石とか取ってもねっていうね。めちゃくちゃありますから、一応も。鉄あるんで、部隊の守備力だったりっていうものはもちろん上げていってね。あ、そっか、槍増えたのか。27秒ね。一応10人追加されます、ここに。あ、なんかスカスカになっていく。左によるからスカスカ。あ、右にめっちゃいた、結構。よし。さあ、即開門よ、こんなもんね。即開門アタッキングですね。未来永劫締めないもんとか欲しいですけどね。開門、開門。まあ、この2箇所一応開けときます。まあ、ここあった方がね、移動しやすいかなって思うので。さあ、来い。あ、研究しなかった?中なのかな、今ね。いいね、いいね。ここの弓打てるの強いね。多分ここをちょっと、生贄にしてるんで、ぜひね、上陸してもらうことをね、考えてほしいですけど。あ、落ちました、すぐにね。大丈夫でしょう。さあ、登ることを諦めたのか、そういったね、類のものが一切見えません。カテゴリーからね、登場兵器は消えたかなと。弓痛いな。前いる必要ないんだよね、こうなるとね。ただただ撃たれんだよ。敵の弓よりも強くなったかな。痛いっすね。もうちょっと引きますよ、全然。こんなんならね。下がっていいまであるもんね。ああ、もういらんか。お、うーん、左かなり兵器出てるんで、あれちょっと警戒しようか。ちょっともう縄文まで引きましょう。不要ですね。さあ、ここ攻撃されると思いますが、まあまあ出る必要もないかな。ちょっとここ乗せたかったな。ちょっと乗せよ、次かね。またその次が分かりませんけど。乗せさせよ。乗せさせて戦おう。もう出ないかな。出ようか、これ。まあ一応左に逸れていきそうなんでね。ああ、まあ大丈夫か。うん、結構ありますね。ナイスナイスナイス。無駄に硬いね。もうちょいもうちょいもうちょい。ヒアで勝手に燃え続けないもんかな。
こういう兵器はね。さあ破壊できたと思います。さあパイクが構えてますね。これほらなんかこいつ城壁だな、強そうですけど。あ、なんか揃ってく揃ってく、終わりがけに揃っていった。意味はないけども。さあ次どこ。あー次また何往復させんの今。あー次そこね。ここんーどっか作れないかな。ちょっとまあ全軍移動しますか。さあ大移動始まりだね。 1FPS もうあーなんか変なとこにいますね。大丈夫君。まあ行こう。ほらこう来てごらん。どうしたねそれは。壊すか一回。じゃあ君一人のためにそこまで壊したからね。わかる。はい、こっち来て。もう別になくてもいいけどね。はい、置きますか。仕事与えよ。さて次回ね、先ほどやっていた上陸させたい作戦、上陸させたい作戦をちょっと継続していきたいなと。ここだと守れないですかね。ここかな。今回の場合つなげるのが怖いけど、ここもいいかもね。まあ、ここは対面、あ、でもこっちにしようかな。登れますかね。まあ、ちょっと大きめに取りましょうか。まあ、弓はいらないから、まあ、槍部隊乗せる感じでね、行くとして、まあ、一応全部隊集中をちょっと、もう一回やります。まあ、これで来るでしょうね。この命令のためにね、パソコンがぶっ壊れそうになりますけど。大丈夫ですね。